かなよっしゃどうもボボビーアートレザーのボビーーアトザのです、ね、3月になって、えー、もう早くも10日も過ぎてですね、えー、なんかもね、えー、大阪はですね、えー、アトリエのある大阪はちょっと今日はどん天空ですけどね、まあえー、<laughs> まあそんな感じで。<laughs> えーまあ、土曜日ということで、えー、ちょっと音楽の話ね、えーまあ、あの金曜日からずっとこう割とパーソナルなっていうかあ趣,趣,味趣味にかちょっと偏った感じの、ね、配信になりますけどもね、えー、お付き合いください。えー、もうあれですよ190回ねえ、えー、これなんですかね、えー、こう稽古 数をこ,うこなすこな、こなすじゃないけどね、こうこう経験値を上げるというかあ、そういうね、稽古として、もうある意味もありますしね、えー、これがあ、ね、将来的にどういうふうに、えー、変化していくんでしょうかね。えー、そんな感じで、えー、今日は土曜日ということで、音楽の話で、えー、レッド・ツェッペリン。 ねえー、いつもこの,、ね、この配信をする寸前までですね、えー、作業っていうか、まあ、制作ですよレザーの制作をすぐこっちでねやってるんですけどもね、えー、慌てて <laughs> レコード棚をパッとやって出てきたのがこれね、えー、レッド・ツェッペリン」ね今日はレッド・ツェッペリンですよ。 まあこれ「レッド・ゼッペリン4」っていうねあまりにも有名なレコードジャケットですよね多分あの音楽雑誌とか必ずこれもうみんな持ってる方が多いんでしょうねこれねほんでこれねあのめっちゃ高校生の頃に友達に勧められてですねいろいろこれ「レッド・ゼッペリンも聴いてみるか?」っていうことですね僕の同級生がですねドラムをやってましたよね高校生の時に。 で、ボストンとかね、えー、いろいろユーミンとかいろ,いろんなのが好きやったんですよねそんな中の一枚でやっぱド,ラムドラムが好きやということで、えー、このね、レッド・ツェプリンが好きやったみたいでねどうもあの、ジョン・ボーナムやったっけ、ね、ドラムの。 えそれであのパイステの, <laughs> のシンバルを <laughs> いつも使ってましたけどね <laughs> えそういう友人から勧められてえね聞き始めたのが始まりです。高校年生ぐらいですかね、うん もう何ですかそ1十代の僕にとってはですねえこの「変拍子」っていうか一曲目の「ブラックドッグ」「ダらだ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 ッタ」って表紙が取りづらいようなあのブラックドッグからですねなんかインパクトはあったけど何,何のことかよ わかりませんでした当時はね今でこそなんかこう,、ね、もう体に馴染んでるんで、えー、違和感もなく聴いてたりとか CM とかにねあのだんでガ,ンガ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 ンとかいろいろかかるじゃないですかねえー、ねそれとかあそんなんでね、えー、<laughs> まあいろいろかかるんで、ね、天国への階談とかもそうですね、えーまあ、このアルバムで言うたらですよ ですごくこう謎めいたようなあ雰囲気というかねそこに何とも言えない魅力というか魔力というかね魅力よりも魔力っていうかなんか不思議なあ混沌としたものを感じましたね、うん、今でもそれは感じますねなんかこう例えばこのレコード1枚撮ってもそうですしいろんなギミックがあったりとかねあの他のアルバムもそうですけどなんかこうアートなんですよね。ここれもののレコードのこの帯が、ね、なかったら 何ののアルバムか分かんないですよねあの文字とか曲とか何にも書いてないですよねこれ。であのこう中はねこういう感じであの絵画になってるわけじゃないですかこの絵にねこのなんかジャケットがねこう,こうなってるわけでしょ。なんかなんともいい意味深なというかあーなんかこうねこうなんて言うたらいいのなこう さっぱり感のない <laughs> なんかこう混沌としたというかあなんかそういうねなんかこう雰囲気が醸し出してるというかねやっぱり60年代後半70年代のなんかロックファッションにも通ずるようなね、うん、そ世界観ですよ謎めいたこの中もねこんな感じでこのなんかこんな感じでねここのこの このレッドツェッペリンですよなんかねこのビジュアルみたいなのがすごく生かされてるなあというは思いますねこのなんていうんですかねあのー、まあブラックドッグもそうだしあのあのロックンロールとかね、えー、あと、まあ、天国へのかい「天国への怪談」とかなあ、あのー、皆さんがあよく知ってるねアルバムが、えー、曲楽曲が。 あ含まれてるね、えー、アルバムの一つなんですけどねでまあこ,これこを聞いてあとちょうどその頃ぐらいかな高校生の頃にあのライブ・エイド」ねあのクイーンのあの映画でね「あのライブ・エイドの」のシーンが再現シーンがね、えー、話題になりましたけどもね。えー レッド・ゼッペリンもね、えー、その時に、えー、再結成っていうかね、えー、お,おぼろげな記憶ですけどもドラムがフィル・コリンズやったような,なんかちょっと映像かなんか多分グータ出てくると思うんでねあの見てみたいな探してみたいなと思いますけども、うん、なんかそんな感じでなんかすごくね話題になってねあの高校生の僕にとってですね えー、刺激的なあ、ねえー、時間でしたね。うん、あのー「ライブ・エイドの、ね」の全世界中継でしたっけでまあアナログのちょっと、ね、クリーンじゃない画像ですけどね田舎でね。 うん、なんか友達と見たのか妹と見たのかその辺の記憶はちょっと微妙なんですけどおレッドセッペリが出るんやということで、えー、片酢を飲んで、えー、見ました、ねうん、あのー、もうそれこそ30年以上前の記憶なんであのちょっとあのモヤモヤとなってますけどただそういう刺激的なものでは間違いなかったと思いますね。 えっとね、ライブ版僕買ったかな当時ねその時の LP, と LP だったら CD とかもろもろねあとベスト版とかねいろいろあるじゃないですかで今ちょっとこれね放送っていうか配信するに探しそうかなと思ったんですけどするとあまりにもそれは時間がタイトすぎたんでちょっとパッと出てきたのがあこれですね、えー、マジソン・スケア・ガーデンの,あのおこのね、えー、映画ですよこれねあ,のこのあ,のあまりにもこの有名なこのね ロバート・プラントがこうなんていうんですかこの,あのパフスリーブのねあのおしゃれなベールボトム履いて、えーね、こうブラウスがなんかセクシーでこう胸はだけてこう胸毛うわってあってもう何とも言えない感じのね、えー、ジョンポル・ジョーンズもなんかなんかこうこの時ね、えー 初めてて、えー、映像っていうの,があの何ですか動いてるレッドセブンを <laughs> 見たんですね、僕それまではその音楽であの要は CD の音源しか聴いてないから、ドラムソロ長いなとかね <laughs> あの、こんなこと言ったら、ね、あの言われる、なんかちょっとあれかもしれませんけど、まああの、正直な気持ちでね、当時、うんあの、10分以上あったんちゃうかな、モビーディックやったかな、あのものすごい <laughs>。<あの笑> ずっとドラムやんっていうねドラマーの方にはたまらんのやろうけど僕はあの歌もんが好きやったんでねあで、あのー、これはよくセレブレーション出てかなあのー、とかね、えーまあ、これにはちょっと入ってなかったりするかななんかちょっとーこうノークォーターとかああだだだダガがガンガンガいろいろねあのこ,うもうこれはもうなんか見て。 ななかなかこれもサイケデリックではないんかなけどなんかちょっとそういう,うなんかかさっぱり感はないんですけどねこの何とも言えん70年代の,このコントとしたような,あなんかこう映像美というか,なんか世界観というか、うん、であとまあ再建成を,をまたあ息子さんがね、あのーえー、ボジョン・ボーナーやったかなの息子さんがねたいて。 それで何年か前ありましたねその分の CD ももちろん買いましたけどねやっぱあのせっぺりのこのビジュアルとかがやっぱりいまだにかっこいいなと思ってそのアートが。 うん、アート性のあるアートと音楽が融合しているようなね、うん、あのー、僕はすごいその辺は影響を受けましたねあのボビー・アトレザーで僕もこう,こういう作品を手掛けてる時に作る時にやっぱりそのレッド・セプペリンで始まってましたねあの1曲目はね、うん、やっぱりこのグッタイム・バッタイムねそっから、あのー、そっからあエンジンを カチャっとつけて、えー、仕事に向かうというか、そういうスタイルでですね、えー、ボビーアトレザー創業期はですね、えー、そういう毎日を送ってましたね。はい。まあそれぐらいなんかこうなんなんて言ったらいいのな。あそれぐらいのなんか今今もう今四十過ぎてぐらいからなんかやっぱええなと思い出してね、うん。よく聞いてますね。うん、それと同時に、えー、といつも驚かされるのが まあこういうアーティストをねてっぺんにしろいろいろこの時代に出てきたまあジミヘンもそうですけどそのねえとかモロもねあのエリック・クラプトンとかやまあねあのクリームとかねあの辺とかみんな思うのが若い時っていうか年齢がその20代ぐらいだと思うんですけどねそれぐらいの時にこういうふうな音楽をつ生み出すっていうか そのなんかこうがすごいなと普遍的でありなんか何、うん、ていうの現代のスタンダードっていうか、うん、底上げするというか創世紀じゃないですか、ね、こういう生まれてくる、まあ、時代とかもあったかもしれませんけどこういうクオリティのものをその時代にもう何ていうんですかもう若い頃にもう成し遂げてるっていうかそれがすごいなと。 思いましたね、うん、あのそれと高校生ぐらいの時に漠然とすごいなと思ったのが、えーまあ、これ外国じゃないですか、ねまあ、日,本日,本版日本版のレコードですけど海外のこのミュージシャンのねこの人だって何て言うのかな まあ、僕小豆島の,このレコード屋もも、ね、電気屋さんにとこうちょっと置いてるぐらいでレコードを買いに行くんでもあの船乗って高松でね買いにたまるレコードってこう買いに行ってたぐらいなんでねあのそういうふうな感じでこの,いか、ね、あのアメリカでいイギリスか、ね <laughs> まあ、いですか行ったこともない国の音楽をねそのこのにアジアのですね日本の片隅のそれもあの えー、香川県の <laughs> 小豆島というちっちゃい瀬戸内海のポツンとった島のねあそこの何人かがこうレコードを持って聴いてるっていうかそのイギリスのちょこの人らのこの広がりってすごいなとあの高校生の頃思いましたねあの漠然とあの地球の VR で考えたらこんな <laughs> ねえあの。 地図で見てもすごい遠いちっちゃいあのこのねあの牛みたいな形のちっちゃいところに住んでる人がこれを同じ音をね時を経て聞いてるっていうのが <laughs> なんか不思議な感じしたしあの何ですかねあの音楽ってすの広がりってすごいなあって、うん、あの <laughs> なんかそういうことをですね <laughs> あのあのずっとね バックセット考えて考えてましたよ。うん。あ, <laughs> あのなんかそういうふうに思うことってなかったですかね。うん。まあなんかそういうくらいくらいでね。そまああのー、まあ高な時期に、えー、出会ってね。えー、まあ今もお聞き続けてるっていうか。うん。やっとこうちょっとずつ馴染んできたなっていう感じのおね僕のだからとってはですけどね。えー、グループの。お えー、レッドゼッペリンでした、ねえー。やっぱりいいものはいいですね。はい、ぜひ今夜が当たり、レッドゼッペリン聞いてみてください。それではまたお会いしましょう。素敵な土曜日ね夜をお過ごしください。ボビーでしたじゃあねバ